トランプ政権の最優先課題である医療保険制度改革いわゆるオバマケアの見直しが撤回に追い込まれたことを受けてニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週7日連続の下落となりましたこれを受けて今日の東京市場は金融関連株を中心に幅広い銘柄が売られ一時300円を超える大幅な値下がりとなりました。 終わり値は一万八千九百八十五円五十九銭と一ヶ月半ぶりに一万九千円を割りました。また、為替相場は一時一ドル百十円台前半と四ヶ月ぶりの円高水準まで上昇しました。